皆さんこんにちは。映画釣りバカ日誌などで親しまれた俳優の西田敏行さんが東京都内の自宅で亡くなったことが17日に分かりました。76歳でした。西田敏行さんはこの日も仕事の予定があったため、付き人が自宅を訪ねたところ、西田敏行さんがベッドの上で倒れているのを発見したといいます。現在も死因は明らかになっていないようですが、晩年は妻に寄り添われて介助を受けていたといいます。今回は西田敏行さんを支え続けた家族について、西田敏行さんの晩年の様子と合わせて詳しくご紹介していきます。西田敏行さんは1974年8月に結婚していますが、具体的な入籍日は分かっていません。妻と子供が2人おり、子供はどちらも娘です。ネット上では息子と検索する人もいるようですが、実際に息子はいません。また養子縁組をした子供ではないかといった噂もあるようですが、こちらもただのデマのようです。しかしこの養子縁組疑惑ですが、実は養子だったのは子供でなく西田敏行さん自身のことのようです。西田敏行さんの父親が亡くなったことで、5歳の時に母方のおば夫婦の養子になったそうです。西田敏行さんの結婚相手は大分出身の久子さん、4歳年下で、西田敏行さんと同じ劇団青年座の元研究生でした。出会って数ヶ月後には、西田敏行さんとの同棲をきっかけに劇団を辞め、まだ無名だった西田敏行さんを支えていた久子さん、女優の夢を諦め、アルバイトをいくつも掛け持ちして、経済的にも西田敏行さんをサポートしていたといいます。なんとも素敵なエピソードですね。ここからはそんな2人の子供たちについて具体的に見ていきましょう。第一子である長女の名前はさやかさんと言います。西田敏行さんが27歳の時に結婚して、29歳の時に長女が生まれたようです。長女は1976年7月と言われていますが、正式な発表はないので、誕生日については公開されておらず不明となっています。顔も公表されていませんが、1980年代に家族でテレビの CM に共演した時の画像が出回っています。長女が通った学校について調べている人も多くいるようですが、こちらも公表されていませんでした。続いては次女について見ていきましょう。次女の名前はリサさんと言います。西田リサさんという演歌歌手がいますが、西田敏行さんの娘さんではないようです。誕生日は1977年くらいで、長女が生まれた翌年あたりとされていますが、こちらも公開されていないので不明となっています。顔も公表されていませんが、次女も小さい時に西田敏行さんと CM に出演しています。また次女が通った学校についても不明となっています。西田敏行さんの2人の娘さんは芸能界には入っておらず、一般人のため近況も一切分かっていないようです。西田敏行さんは久子さんに、2人の子育てに目処が立ったら女優をもう一度目指してもいいと語ったそうですが、久子さんは女優に戻ることはなく夫を支える役に徹したようですね。そんな2人に孫はいるのかが気になっている人も多いようです。調べてみましたが、画像なども公表されておらず、そもそも情報がほとんどないので確かなことは分かりませんでした。しかし2003年公開の映画「ゲロッパ」で西田敏行さんの孫役を演じた子役の顔が西田敏行さんの娘の幼少期に似ていると話題になっていたようです。西田敏行さんの孫役を演じていたのは太田琴音さん。長女さやかさんの幼少期の画像と比べてみると確かにかなりそっくりです。太田琴音さんは2003年2004年にテレビドラマ映画に出演していましたが、その後は芸能活動はしていないようです。太田琴音さんは1993年6月生まれだそうで、現在は31歳です。先述した娘2人は48歳と47歳くらいなので、年齢からすると太田琴音さんが西田敏行さんの孫ではない可能性が高そうですね。こう見てみると西田敏行さんを取り巻く環境についてはほとんど詳しい情報がない状態だったことがわかります。死因についても
詳しいことが分かっていないとご紹介しましたが、ここに関してある噂がささやかれているようです。これは西田敏行さんを発見したのが家族ではなく付き人だったということから、西田敏行さんは家族とは別居で一人暮らしだったのではないかというものです。公表されている情報ではないため確定ではありませんが、西田敏行さんには妻の久子さんがいるため同居をしており一人暮らしではなかったと思われます。妻の久子さんは西田敏行さんの個人事務所の社長を務めています。そのため仕事や何らかの理由で久子さんが不在の際に亡くなった可能性が高そうです。ご紹介してきた2人の娘も成人しているのでそれぞれ暮らしていると思われます。そもそも西田敏行さんと久子さんはとても仲が良い夫婦として知られていました。西田敏行さんは2003年に心筋梗塞で倒れて入院していたことがありますが、この時を振り返った際には ICU で意識が戻った時に娘2人と女房が手を握ってました。これを見た時に家族ってありがたいなとつくづく思いましたと語っており、その後西田敏行さんが夜に酔って帰ってきた際に出迎えた妻がコンコンと説教したことも明かしました。玄関先でずっと20分ぐらい説教されて、もう中に入れないんですよ、本当にあなただけの命じゃないんだからと切々と言われて、その時ちょっと調子こいて断酒しますとか言っちゃったんですけど、今ものすごくビール飲みたいんですね。笑ってはいましたが、妻の説教を素直に聞けたのは家族のありがたみを痛感する映画に出演したことも大きかったと言い、続けてすごく真剣に強引に怒っているけど自分のことを思ってくれてるという裏付けを感じましたからねと妻から心配されていたことを語っていました。また2016年2月に西田敏行さんが頸椎亜脱臼になり4月に胆嚢炎も発症した際にも、西田敏行さんは2ヶ月で本格復帰しています。このスピード復帰の裏には久子さんの献身的なサポートがありました。病院で西田敏行さんを車椅子に乗せて病院内のリハビリ室へ向かう様子も見られ、その後は急いで買い物に行ったりしていました。この時は西田敏行さんの出演が減っていたことで引退かと騒がれていましたが、久子さんはそんなことは全くないですよ、大丈夫、主人は死ぬまできっと現役です、お仕事さえいただければ続けていきたいと思っているんじゃないかしらとしっかり支えている様子でした。この言葉からも2人の夫婦仲は非常に良かったことがうかがえます。そんな西田敏行さんの晩年の様子はどうだったのでしょうか。近隣住民によると、まだコロナ禍のあたりだったでしょうか、西田さんが両手で杖を2本ついてマスクに帽子姿でゆっくりと近くのコンビニまで行くのをお見かけしました。また別の近隣住民は、今年の夏くらい西田さんが自宅の壁を伝って歩くところを見かけました。外の空気が吸いたかったのか、それとも歩行の練習をしていたのか、声をかけてほしくなさそうな雰囲気を感じたので挨拶はしていません。近所の人たちの目から見ても本調子ではない様子だったようです。出かけるときは奥さんが車を運転して、西田さんは助手席に乗ってました。事務所の車で戻ってきたときは周囲に支えられながら車を降りていて、調子が良くなさそうな感じでしたという証言もありました。ですが体調は万全ではなくとも明るさを失わず、地元の人々に親しまれる存在だったようで、ある近隣住民は、選挙の投票の時に数回お見かけしました。ジンベエを着ていて、近所の人たちにフレンドリーに挨拶したり、立ち止まって世間話をしていましたと語りました。そんな西田敏行さんの自宅前に一番に届けられた教科は、NHK ラジオドラマ新日曜名作座で共演する女優の竹下恵子さんからのものでした。名優2人による深みたっぷりの掛け合いはもう聞くことができません。西田敏行さんの突然の訃報には各界から痛む声が多く上がっています。いかがでしたか。今回は西田敏行さんについて、家族のことや晩年の様子についてご紹介してきました。朗らかな人柄で
誰からも好かれた西田敏行さん、心よりご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。